こんな感じ。ここもこんな感じ。はい、こんにちは、ピカヤです。今日ね、この430のチャレンジですね。ちょっとね、チャレンジとは形は若干違うんだけど、チャレンジにね、設定はなってるみたいなんで、これをね、やっていきたいと思います。私ね、この車は持ってまして、チャレンジね、今でも持ってます。で、富士スピードウェイでね、1分49秒5ぐらいが出てるんですよね。なんで、自身のね、タイムが出るかどうかっていうのをね、やっていきたいと思います。マフラーの位置も違うね。でもね、一応ね、エアロはつけてて、ウィングと、あとフロントのね、リップですね。フェラーリ、もともとのノーマルはね、このリアのね、ディフューザーもそうなんですけど、この仮面にね、空気が入れられるようになってて、このね、真ん中ね、ここね、センターのところに穴が開いてるんですけど、これをね、塞ぐっていうのがね、トレンドで、私も塞いでますね。塞いだ方が、なんかね、ダウンホースが出る。ただ、ドラッグも大きくなるんで、富士のストレートでね、どのくらい違うかな、十何キロ違うね。ストレートで稼ぐか、コーナーで稼ぐかみたいなところがあって、まあでも明らかにね、コーナーで稼いだ方がちょっと有利かな。富士あんま変わんないかな。富士あんまり変わんないけど、まあちょっとね、つけた方が早いかなっていう感じですね。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。あ、その前に私のね、実車のチャレンジの映像があるんで、ご覧ください。違うよね、全然違う。まあエアロはついてるけどね。じゃあね、早速、まあこのね、シミュレーターと実際の車がね、本当に乗ってますんでね、どう違うのかっていうのもね、やっていきたいと思います。はい、乗ってきました。内装がね、これねモデルが多分全然違うんだね。うん、これ GT3 かなんかになってて、内装はね、全然違います。もうちょっとノーマルに近い感じになってますね。じゃあまあそこ気にしないで、ちょっとね、ハンドリングどうなのかっていうのもね、やっていきたいと思います。一応ね、タイムが見れるように、このね、タイムだけ出しておきますね。で、クラッチもね、ないですね。当然ね、チャレンジは。アクセル踏むと、普通のね、ノーマルと車とも同じですね。で、シングルクラッチですね。430まではね。458からダブルクラッチになってますね。じゃあちょっとね、行ってみたいと思います。ちょっとね、まあ、タイヤの設定とかもあるんだけど、まあ私はピレリで走ってますかね。まあ、ピレリの方が、まあね、ちょっとグリップがなくてダンロップの方が速いっていう風に言われてるんだけど、うん、まあ、なんかピレリもかっこいいじゃん。だからピレリで走ってますね。さあ、ストレートどんくらい出るのか。ここにもね、スピードメーター出てるからね。まあこのぐらいだね。85キロぐらい、285キロぐらいだね、調子のいい時で。追い風参考、ちょっと出るかな、こっちの方がな。まあ俺もエンジン2機持ってて、まあ、調子のいい方はね、結構出ますね。うん、よし、うわほんとこんな感じ。跳ねる感じがすごいダメなんだよね。なんかね、サスペンションがすごいあんま良くないんだよね、本当に。このチャレンジの足、本当に良くない。それがね、うまく再現されてる。すげえ、こうなんか全然サスペンションが機能してない。この跳ねる感じすげえ似てる、すげえ似てる。こんなダメなんだ、チャレンジ。ほとんどの人がね、足変えちゃってますね。うん、よいしょ。
おお、似てる似てる似てる。そのなんかね、アンダーオーバーがすげえ激しいんだよね。特にここが難しい。よいしょ、こんな感じかな。この跳ね方すげえ似てる。ちょっとね、車載の映像がいろいろあるんだけど、ちょっとね、いろんな権利関係で多分開けちゃいけないような気がする。うん、まあ練習走行いいのかな。まあね、いずれちょっと公開しますけど。さあ、どのくらい出る。1分50ちょっとだな。49秒、いきなり49秒入った。いきなり入ったな。実際チャレンジだとちょっと厳しいんだけどな。うん、まあコンディションがねかなりいいっていうね、サーキットのね状態だからね。それちょっとね、これさっき練習してたんだな。だいたいパッて乗ると50秒ちょっとぐらいだね、毎回だいたい中古タイヤで。よいしょ。本当このダメさ加減が。いや、もっとこう足がちゃんとなればね、いいんだよな、これ本当。すげえ似てるマジで。よいしょ、なんかピレリより食うな、このタイヤだ。これピレリじゃねえ感じだな。ダンロップ履いてる感じだな。ダンロップ履いたらまあ47秒ぐらい出なきゃダメだなこれな。うおすぐ流れる。最終コーナーもねこうやってね、すごいこうやって流れるんだ。すげえ似てる。同じような映像あるよ。いやー、それもちょっと開けたいね。合わせてる。すげえカウンター当ててる。当てちゃいけないんだけど、ちょっと突っ込みすぎちゃうとね、当たっちゃうんだよね。出るか ?47 秒ぐらい出ないといけないんだけど。出ないな。49秒547。まあベストラップは更新してるね。まあタイヤがダンロップだからな。おーおーおお。さすがにここでスピンしたことないけどね、しそうになることはある。やっぱゲームだとなんか思い切ってやっちゃうんだろうな。何年前だろうな、もうだいぶ前だな。430が現役の頃に買ったやつだからね、もうずいぶん乗ってないけどね。まあちょっとね、フェラーリ乗るともう怖いんだよね。やっぱりもうシミュレーターだからいいんだけどさ、フェラーリは本当ね、スピード出すぎて怖いわ。ストレート280キロとかで出られた日にはさ、まあ本当にね、280キロ出んのかな、275キロぐらいじゃない。よいしょ、
こういう走りになっちゃうわな実車だとゲームだったらそう全然いいんだけど、そこがねやっぱ実車とゲームの違いはありますね。さすがにだってね、保険、まあ、サーキット保険とかいろいろあるんだけど、レースするともうダメなんだよね、保険効かなくなっちゃうから。あんだだな本当に。ああもうこのセット出てない感じがね、もうマジでそっくりだわ。ここも曲がんない、ほらね、行き過ぎる。もっとスピード落とさないと曲がれない。曲がれそうで曲がれないんだよな、これ本当にこんなアンダーなんだよな。なのにこうちょっと大げさにやるけど、こうブレーキ残すとこっち側にねこうやって巻いたりとかするんだよね。こういうふうにね、こういうふうに巻いたり。もう巻き出したらもう絶対止められないもんね、フェラーリ。ほんとね難しい。むしろねポルシェなんかより全然難しいんだよねフェラーリ。はい、じゃあねちょっとね一周全開で行ってみたいと思います。どんな感じかね。6速入った、怖え。行き過ぎた。ブレーキもそんな効かねえんだよな。あークリップつけない。こんな出せないな。ここで180キロ出てることないな。160何キロだな。うわーわわわわわわ。いやこれ食うなこのタイヤ。実際より食うなかなり。こんなタイヤあったらもっとタイム出るわ。コンといってリップがするんだよな、こんな感じ。ここもこんな感じ。ここが分かんないんだよな。いやー3回ぐらいスピンした。ここうわいや本当に思い出すわ。いやー、やっぱフェラーリちょっとつらいな、乗ってて。な、楽しいって感じしないよな。怖いもんなこれ本当に。さあどのぐらい出る。やったぜ、1分47秒556ですね。はい、タイムがね1分47秒566出ましたね。ちょっと、まあ、車見てくれ違うんだけど、まあ本当にね車としてはかなりリアルにできてるし、乗り方もね本当に似てる。今日分かったことはチャレンジかなりちゃんとセットアップしないとちゃんと走んないんだなっていう。セットアップしたらもうちょっと走るようになるんだなっていうね感じはしましたね。あとはやっぱタイヤかな、ダンロップいいね。いやなんかダンロップ履いた時を思い出すみたいな感じ、まあ、ただダンロップ履くとねグリップ良すぎてハブベアリングがすぐ行くんだよね。でチャレンジね、ハブベアリングね1個ね27万円です。ポルシェ3万円だっけハブベアリングカップカーいやおかしくね、おかしくね、ハブベアリング1個27万円ってやばくない。日本使えたらいくらなんだよっていうね。まあそんなこんなもあってね、もうちょっとやってらんねえわってなったわな。
だからやっぱり楽しめる車でね走ることをおすすめしますね。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。